番、2番、3番、5番、6番、4番です。スタートしました。アウト側コーススタートでしょうか。ここはちょっと早いスリットがあったようです。1周1マークへ向かっていますが、現在スタート判定中、スタートは判定中です。お手元の投票券はどうぞ大切にお持ちください。ファンの皆様にここでお知らせいたします。このレースはフライングがありました。4号艇の国広、6号艇の岡部、両選手はフライング変換欠場です。4番の国広、6番岡部、両選手はフライング変換欠場。従いまして4番と6番に関する投票券すべて払い戻し変換。お手元の船券は大切にお持ちください。新さんダッシュ4561号艇オーバーを遅れてしまいました。2コースから自然とまくっていく形、2号艇の山本仁太郎がまずは先まくり、2段でいった3号艇の松山、2段まくり決まりました。スタートは前提正常。さあその後ろですが、ちょっとアクシデントがありましたか。1号艇にアクシデントです。1号艇のオーバーが転覆失格になっています。ボートレース2、4日間の短期決戦、2プライドラウンド第2戦、ボートレース実況アナ、杖大集合の開催3日目、予選ラストの攻防もいよいよ最終12レースを迎えました。本日は1日お付き合いいただき、誠にありがとうございました。明日は同じく宮島から土屋がお届けする予定です。セクシー実況を含め、皆様のご期待に添えますよう、ただただくれぐれも、セクシーな絶叫が飛び出さないよう、無事故完走で素晴らしいレースを期待しております。それではいよいよ予選ラストの第12レース、突起選抜戦です。対戦メンバーは1号艇魚谷智之、2号艇が別府正樹、3号艇服部剛、5号艇井内正太郎、6号艇川崎智之、なお4号艇馬場義也は前半レース負傷のため欠場しております。1番、2番、3番、6番、4番、5番の並びです。スタートしました。第1レース、1号艇、2号艇、そして4号艇もいいスタート。1周1マークの攻防戦、4号艇の吉田がまくっていく内から5号艇のオーバー、バックストレッチ先頭は5号艇のオーバー、そして4号艇の吉田、トップ争いです。スタートは前提正常でした。なお1マーク付近ではアクシデントが発生、現在5艇での構想が続いています。1周の2マーク、5号艇の大場がトップ、内から4号艇の吉田、さらには2号艇の豊田、ホーム側トップは5号艇の大場博隆です。なお1周1マークでは4番妨害のため失格、1番は落水のため失格となりました。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びです。スタートしました。第3レース、1号艇、2号艇、5号艇踏み込んだスタートとなりました。なおこのレースフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。ただいまのスタートにおきましてフライング艇があります。お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。現在構想が続いていますがフライング艇があります。皆様お手持ちの投票券はどうぞ大切にお持ちください。レースは1周2マークを回ってきて、前提が今ホーム側へと帰ってきています。お知らせいたします。このレース3番、5番、6番はフライングのため変換欠場です。3番、5番、6番に関する投票券発売額と同額で変換いたします。3番、5番、6番に関する投票券はどうぞ皆様大切にお持ちください。ボートレース芦屋で今日開幕しました日本トーター杯争奪戦初日。
競争水面には予選特賞第10レースのメンバーが登場です。なお、このレースに出走予定でした3号艇中田元太選手は前半レースで負傷のため欠場いたします。1番、2番、3番、4番、5番、6番の並びスタートしました。4番、5番が覗いたスタートになりました。1番、2番も出ていって1枠の攻防です。逃げる1号艇の古賀、まくるのは3号艇の滝川、そして2号艇の片岡、先頭は1番、3番の突っ争いとなっています。スタートは前提正常でした。まくった3号艇滝川、残した1号艇の古賀、1番、3番、この2人が抜け出して突っ争いとなっています。これから2番区の旋回、内側から先前は1号艇の古賀、3号艇の滝川は指してホーム側です。先頭争いは1号艇古賀のうち3号艇滝川粘りますが、わずかに前は1号艇の古賀千秋です。一歩前に出てきた1号艇古賀、追いかける2番手が3号艇の滝川、3番手は現在2号艇の片岡、追いかける5号艇の村田。2周目1枠、1号艇古賀を指していく3号艇の滝川、先頭は1号艇古賀が守っています。2番手3号艇滝川、3番手は2号艇の片岡です。先頭2番手はまだ2停身ほど、現在のところ上位体系は1番、3番、2番でこれから2周2枠です。先頭を守るのは1号艇人気の古賀、3号艇の滝川、ここも差しアンドルでホーム側です。先頭は辛くも1号艇の古賀千秋、まだまだ粘る3号艇の滝川以降1停身差、さあ辺先かかるかどうか。1号艇古賀を猛追、3号艇の滝川でレースはすでに最終周回、水が入って3番手は2号艇の片岡です。3周1枠トップ1号艇古賀に対し、今度は握った3号艇の滝川、1号艇の子がなんとかしのいでいます。2番手が3号艇の滝川、2号艇片岡、3番手その後ろは4番6番と続いて5番はアクシデント、5号艇村田は